志摩ニュース&リポートです。小井さんベーカリーから志摩市の食材を使ったパンが発売されます。2月22日相互の機能向上を図るとともに地域活性化の推進に寄与することを目的に株式会社コイサンズと志摩市との包括連携に関する協定締結式が行われました。協定に関する取り組みとして3月1日からコイサンベーカリーで志摩市の食材を使用した伊勢海老塩パン、レッドパールいちごデニッシュ、パールポークソーセージドッグの3種類を発売予定です。3ヶ月ごとに新しい商品をリニューアル予定ですので、ぜひ一度ご賞味ください。